今回はダブルシェフのいるイタリアンレストランモメントに行ってまいりました。どうぞご覧ください。どっちから食べた方が、どっちでもいいですよ。カレー食べちゃうと分かんなくなっちゃうんで、多分こっちが、はい、はい、はい、どうぞ召し上がってください。いただきます。召し上がれ。お鍋ティーミートボール、ミートボール、はい、初めてビーガンのミートボール、大きい、大きいですね、目ん玉より大きい、ですね、ニンニクと赤ワインと、あとナツメグ、クローブとか入ってますね。ちょっとハンバーグ作るときをイメージして作ってます、うん、はい、本当だ、美味しいです。よかったです。これは腹ペコでも、うん、最高です。よかったです、うん、このミートボール出来合いのじゃなくて、そうですね、一から全部配合を考えて作られてる、はい、そうですね、もう何のレシピもなく自分のイメージで、うん、ゼロから作ってますね。これ何ですか？それはですね、クルマフで作ったカツレツになりますね。おお、クルマフ、なんかもっちり、うん、美味しい。こんなにふわふわなんですね。そうですね、クルマフは出汁を吸って、うん、ふわふわにサクッと、このサクッとしてます、ね、美味しい。これね、断面を見せたいのだ、はい、こちらはですね、オフスパイシーカレーという名前で、日替わりでですね、タイカレーだったりとか、あとはキーマカレーみたいなのだったりとか、お客様が飽きないようにどん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 アレンジしながら、で今日はオフのベーシックなカレーですね。近づけて具がすごい入ってます。15種類ぐらい野菜が、びっくりした。あと、添いのお野菜もカラフルで美味しそう。何よりも香りがすごく良くて、写真撮ってる間もうよだれが、うん、ここら辺に食欲湧きますよね、うん、スパイス、すごいもういい香りがして、召し上がれ。ご飯は何ご飯ですか？ご飯はですね、こちら玄米と白米、あといろいろ米っていうですね、古代米をが50種類ぐらい入っているので、ものすごく栄養価が高いと思います。50種類、すごい。うまピリッと、はい、しますね。そうですね、ちょっと辛みを入れて、これもですね、全部スパイスだけで、作ってまして、クミンとクローブ、おいしい、あとかぼちゃとトマト、たくさん入ってます。すごく辛いのは苦手なんですけど、あ、そうです、ちょうどいい具合にスパイスが、はい、辛みがいいぐらいですね。最高です。お野菜が15種類ぐらい入ってるんですよね。はい、野菜だけでカレー作ろうとすると結構シャバシャバに水っぽくなることが多いと思います。うん、玉ねぎとかさっきのかぼちゃなんかもことをつけてくれると思います。
凝縮して入ってます。テイクアウト OK なメニューですか？もちろんですね。皆さん食べに来て、テイクアウトしに来てください。はい、ぜひ。これ最高。最初は私たちは別々にイタリアでこう料理の、うん、修行じゃないですけどもレストランで働いてたんですね、うん、で、会うきっかけになったのは私が2軒目のレストランを探している時にですね、イタリアに住んでる日本人向けのなんかサイトみたいのがあるんです。たまたまそれを見てたどり着いた時にこうレストラン募集みたいのを私が見つけて、募集したのが井上だったんですけども、うん、コックですね、コンタクト取ったのが実は井上だったっていう感じでして、と井上さんはその時ね、ヴィーガンのレストランのシェフをやっていて、イタリアで私結構長く働いてたので、いろんなレストランのオーナーと知り合いがいっぱいいたんですね。知り合いのレストランのオーナーさんに、日本人で誰か料理できるコックを探してるんだけど誰かいないかって言われて、でインターネットのその掲示板に、ここのレストランで日本人のコックをシェフを探してる人がいるんですけど誰か興味ありますかみたいな書いたら、有本がちょっと興味ありますって言ってくれて、でそれからそのレストランに有本が来て働くようになって、その私の働いてるレストランとその彼のレストランが近かったので、それからちょこちょこ会うようになってでいう感じですね。で日本のに帰国する時期が2人とも考えていた時期がたまたま同じぐらいの時期だったので、じゃあ一緒に帰って何か始めましょうかっていうのがあって、それで始めたのがこの前までテネリマのレストラン、ヴィーガンのレストランだったんですけど、で今はここで続けています。ご縁ですね。縁ですね、本当偶然。修行はそれぞれ結構長かったんですか？私は結構長くて、修行というか渡り歩いて食べ歩きとかしながら働いて、いいです。はい、7年間ぐらい食べ歩いてしまって、滞在している最後の1年間ぐらいの時に有本と知り合って、そこからのご縁で。そこから何年ですか？今は3年ぐらいですよね。10月で丸3年。あ、そうですね。はい、マーリーシェフは私は、イタリアに行ったのは1年だけなんですね。1年って決めて行ってて、なのでその1年の間でどれだけいろんなことを覚えられるかなと思った時に、ちょっと一軒だけじゃもったいないなと思って、その半年ぐらいの時にちょっと次のところ行きたいなと思って、最初に行ってたのピエモンテっていうすごい北の方なんですよね。違う地方料理が覚えたいなと思ってた時に、ちょうどそのさっきの話のところなんですけど、マルケ州っていうところに行って働いたレストランにも恵まれまして、そのアグリツーリズモっていう、井上がいたとこもそういうオーガニックの畑がレストランの目の前にあって、もう朝どれの野菜をもう昼とディナーと使ったりしてっていうような、もうすっごい素晴らしいレストランに働けるようになって、ですごい可愛がってもらって、井上と知り合ったので、そこで休みの日なんかは、美味しいレストラン有名なところ食べ歩きとか行ったりしてっていう感じですね。そこで、有本はヴィーガンという料理に初めて出会って。そうなんです。そうですね、それまでは、知ってたし作ったこともあったんですけど、そこまで関心がないかったんですよね。正直美味しいと思ったことなくて、だったんですけど、彼女がそのヴィーガンレストランのシェフだっていう話を聞いておおと思って、なんでそういう野菜だけなんだろうっていうことで、興味を持って興味があるから、美味しいとこ食べに行こうっつって、ヴィーガンでね、
行ったお店で私がもうですね、もう本当に、ね、感動しまして、あまりの美味しさに。でこんなに美味しい野菜料理があったのかということで、そこで私もですね、じゃあ挑戦しようという気持ちになるわけですね。今まではそのやっぱりコース料理でメインに肉魚がないっていうのは信じられなかったんですけど、そこのコース料理、フルコース野菜料理を食べた時に、その固定概念が全部壊れて、落雷が落ちて、お、私もこういう料理を作って日本でみんなに、広めたいっていう気持ちになって、そっから2人でヴィーガン料理やろうっていう話になったんです。お店では、はい、オールヴィーガンではないですね。そうですね、はい、でもできる限りヴィーガンメニューを広めるっていうやり方でやるんですよね、はい、そうなんです。ヴィーガンだっていうふうに表立っては言ってなくても、実はこれお肉使ってないんですよっていうと、お客さんえぇ、ー、って言って、うん、えぇ、ー、ってなります。驚くの で、うん、でお肉使わないのに美味しければ、それはもうそれでいいじゃないですか、うん、料理として成り立つし、お客さんも喜んでくれるし、まあ、それが地球環境につながるのであれば、私たちはそれでいいかなと思ってるので、お肉をもちろん扱ってるんですけど、お肉がなくても美味しい料理を目指して研究してます。するとね、あともう一つきっかけがあって、そのヴィーガンの方、ヴィーガンじゃない方一緒に来ても2人とも楽しめるように、ヴィーガンのコースも、はい、あーお料理も美味しい、まあ、お肉食べる人はお肉食べて、まあ、それでよしなんですけども、そこでヴィーガンっていう料理があるんだよっていうきっかけにもなるんですよね。それで、あ、これがヴィーガンっていうの全然美味しいじゃんっていう方もね、すごいたくさんいらっしゃるんで、動物性を置くことによって、あ、ヴィーガンってなんか今まであんまり食べたこともなかったし、考えたこともなかったけど、実はこんなに身近で美味しくて、これからも食べてみたいみたいな、そういうきっかけになるようなね、ためにも両方置いてるっていう、その点に関して大賛成です。はい、なるべく多くの人にヴィーガン料理を、うん、チャレンジしてもらいたいっていう、はい、うん、なんか知らないうちにヴィーガンの選択をしていたのが一番、うん、なんですかね、抵抗が生まれないというか、うん、自然とモメントのこの料理好きだっていうので食べるのが一番いいですよね。そうですね、そうですね。なんかヴィーガンとかなんですね、言葉でくぐだれちゃうと、うん、なんか、あ、それはそういうものなんだねってなりがちだけれど、そうそうそう、そうじゃなくて料理として、そうですねってことです。そうなんです、すごい、うん、素晴らしいですね、ヴィーガンという垣根を越えて、ただね、美味しい料理を食べてもらいたい。そうですね、体にも良くて、環境にも良くて、言うことないっていう、うんうん、本当に今ここ、あの井の頭公園の近く来てから、うん、あんまりヴィーガンって歌ってないんですよね、うん、なんかお野菜のお弁当っていう名前で売っていて、そっちの方が需要がある日とかあったりして、うん、お肉お弁当、お野菜お弁当、お野菜お弁当の方が多く出る日とかあって、うん、でやっぱりそれだけ野菜をね欲している方が多かったりとか、でその後また来てくれて、この間美味しかったんだよなんて言われた時に、いや、これ実は全部野菜だけで作ってて動物性入ってないんです、こういうのヴィーガンって言うんですよねって、あ、そうなんだ、すごい美味しい、もう今日もあの日替わりで変わってるから今日もお野菜お弁当くださいみたいな、そういった形でね、自然と入っていける。ありがとうございます。いいインタビューを。モメントって何ですか？まあ、イタリア語で、うん、イタリア語なんですけど、まあ、英語のモメント、モメントと同じ、はい、まあ、今とかこの瞬間とか、うん、そういった意味もあるんですけど、あともう一つ物理学の言葉で、あの2つの力
2つの力が合わさって生まれるあの新しい力っていう意味合いもあって、それでなんか私とあのシェフの2人の力で新しい動きを生み出そうっていうみたいな、そういう意味も込めてモメントですね。で今この瞬間を楽しむっていう、過去を後悔するとか未来のことを心配するんじゃなくて、今を楽しんで生きていこうっていう感じの意味です。皆さん吉祥寺に来たらぜひモメントにいらしてください。お待ちしてます。お待ちしてます。ごきげんよう、再见。